こんにちはマッピーホトのエリナです。今日は Photoshop で写真からパターンを作る方法をシェアしていこうと思います。写真を撮ってその柄を壁紙などにしたいこともあると思います。そういう時に Photoshop で写真からパターンに変えることができます。外壁だったり壁紙用に写真を撮ってそれをパターンにして合成した写真を作りたいという時など、ぜひ参考にしてパターンを作ってみてください。 でこのチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしていますフォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているのでぜひそちらもチェックしてみてくださいではフォトショップでやっていこうと思います <music> 1>, ま1つ目の写真の中で目立つ光や柄を消すをやっていきますはいでは今回使う写真がこちらです こちらはアンスプラッシュでダウンロードしたもので概要欄に URL を載せておくので同じ写真で練習したい人はぜひダウンロードして練習してみてくださいで。そもそもパターンを作ることは簡単なのですが写真でパターンを作る時の難しいところというのが写真を撮った時のこの光などです。一旦この写真もそのままパターンにした場合どうなるのか見ていこうと思います。では上の表示からパターンプレビューをクリックします。 そしてコントロールマイナスまたはコマンドマイナスを押して引いてみていくとこのように元から写っているこの光の部分などが何度もパターンとして表示されたり光の加減で境界線などがはっきり見えたりして不自然に仕上がってしまいます。なのでこの何度も見える光などを消してそしてこの不自然なつなぎ目のところを自然に見えるように写真を編集してからパターンとして登録していきます。 では一旦パターンプレビューを非表示にしたいのでまた上の表示からパターンプレビューをクリックするとチェックマークが外れて写真だけを見ることができますではここからまず写真に映るこの大きな光の部分を消していこうと思いますで今回はこの後同じ写真を複製したものを使っていくのでこのレイヤー自体に削除ツールを使って光を消していきますではツールバーにある削除ツールをクリックします もしない人は右下に三角マークがあるツールを長押しして探してみるか、あとは点々点を長押しして探してみてください。では削除ツールをクリックします。そして上の各ストローク後に削除のチェックマークをつけていきます。このチェックマークをつけることによって、クリックしてドラッグして、そしてマウスを離すと、そのままこの塗った部分を消すことができます。今回はいろんなところに 光があるのでまあ、その都度消した方が自然に仕上がるので今回はチェックマークをつけていきますそして気になる光のところをクリックしてドラッグして塗っていきますでこの時に大きめの光はこのように囲むようにして塗ってそしてマウスを離すとここ全体を自動で塗ることができてそして自動で削除されますでこんな感じで綺麗に仕上がります で他の光のところも同じようにクリックしてドラッグして塗っていって消していい消しきますそして削除ツールで消してた時にこの木目の線も消えてしまったという時はこのまま削除ツールを同じように塗ってそして離しますそうするとだいたきれいに線も加えてくれるのでこんな感じで直していきます そううすするととここのよにに光をきれいに消すことがで,きましたで次に今度はこの木目の模様がパターンにした場合何度も繰り返されてしまうので少し目立つ模様は消していきます。ではこれも削除ツールで同じように気になるところをクリックしてドラッグしてそして消していきます。 そうすると気になる木の模様のところを消すことができました。もう一度パターンとして見ていこうと思うので、また表示からパターンプレビューをクリックすると、先ほどよりも光の感じなどあまり目立たなくなってきました。あとは木の模様なども、まあ、ここでまた気になる場合は削除ツールを使って消していきます。今回はこれで OK かなと思うので、とりあえず進めていこうと思います。 ではつ目の端を揃えてトリミングするをやっていきますで次にこのパターンを見てもわかる通り端が変に重なったパターンになってしまっているのでここで端を揃えてトリミングしていきますではまた表示からパターンプレビューをクリックして写真に戻りますそしてこの端のいらないところをこの木目の線に合わせて消していきたいのでツールバーにある切り抜きツールをクリックします そしてトリミングしたときに、このトリミングしたところを消してしまいたいので、上の切り抜いたピクセルを削除にチェックマークを入れておきます。そしてこのまま端をクリックしてドラッグして、線に合わせてトリミングしていきます。そしてここでエンターを押すと、先ほどの端のところを消すことができました。そしてまた同じように、この木目の線に合わせてクリックしてドラッグしてトリミングしていきます。 もしあまりよく見えない場合はコントロールプラスを押してズームしていってスペースキーを押しながらクリックしてドラッグしてズームしたまま動かしていきます。そして、端の方をクリックしてドラッグして線の上に持ってきて、そして線の上に持ってくることができたら、エンターを押して端を消していきます。そして、コントロール0を押すと全体が見えるようになるので、こんな感じで見てオッケーかな？と思ったら、これで端のトリミングをすることができました。ではまた。表示から。 パターーンプレビューでどのように見見えるか見ていきます。そうするとこのように先ほどは木目と木目が変に重なってしまったパターンになっていたのですがきれいに木目が揃ったパターンにすることができましたでは3つ目の「複製して垂直方向に反転する」をやっていきます。 で、パターンとして見た時に元の写真の光の加減で引いてみてみるとガタガタタした模様に見えるるのがわかると思います。なので次にこのガタガタした模様を自然になじませるようにもう一枚同じレイヤーを加えて上下逆さまにしてレイヤーマスクを使ってぼかしてこの境界線をなじませていこうと思います。 ではまた表示からパターンプレビューをクリックして写真に戻ります。そしてまずこの写真のレイヤーを複製していきたいのでこの背景のレイヤーをクリックして Ctrl J または Cmd J をしてレイヤーを複製していきます。そしてこの複製した方のレイヤーを上下逆さまにしていきたいので Ctrl T または Cmd T を押して写真の上で右クリックします。そしてその中にある垂直方向に反転をクリックします。 そうすると上下逆さまになったのがわかると思いますこちらが元の写真そしてこちらが上下逆さまにした写真ですでは4つ目のレイヤーマスクにグラデーションツールでぼかしながら消すをやっていきますではここから先ほど上下逆さまにしたレイヤーにレイヤーマスクをつけて2枚の写真が馴染むようにグラデーションツールを使ってぼかしていきます ではまず複製した方のレイヤーにレイヤーマスクを加えていきたいので上のレイヤーをクリックしてから下のレイヤーマスクをクリックします。そしてこのレイヤーマスクにグラデーションツールを使ってなじませていきたいのでツールバーにあるグラデーーションツールをククリックしますそしてレイヤーマスクに白と黒のグラデーションを使っていきたいので描画色と背景色を白と黒に設定していきます。 そうすると上の下のマークをクリックしたグラデーションの種類を選ぶところで基本のフォルダーがあるのですがこれをクリックすると描画色と背景色に合わせたグラデーションを選ぶことができますでこの白と黒のグラデーションをクリックして選びますそしたら写真の上でクリックしてドラッグするとこのようにグラデーションツールを使うことができますでレイヤーマスクを見ると上の方が黒そして下の方が白というふうにグラデーションのようにボケていくので 上の方は上のレイヤーが見えない状態そして下に行けば行くほど上のレイヤーが見える状態になります一旦ビフォーアフターを見ていくとこちらがビフォーでこちらがアフターですこのようにして写真全体が馴染むようになっていきますではまた上の表示からパターンプレビューをクリックしますそして引いてみるとこのように先ほどあった境目のところが全くない感じに見えるようになりました 5つ目のパターンとしてて登録すするをやっていきますではきれいにパターン化できるくらいの画像を作ることができたのでここからパターンとして登録していこうと思いますでは上の編集からパターンを定義をクリックしますそしてパターン名を入れていきます今回はじゃあ木目にしたいと思いますそして OK をクリックしますそうするとパターンとして登録することができましたでは一旦ファイルから新規 そして新規のキャンバスを作って作成をクリックしますそしてここに先ほど作ったパターンをかけていこうと思いますでは塗りつぶし調整レイヤーからパターンをクリックしますそして左側の下マークをクリックして一番下のところに作ったパターンが表示されるので今回はこちらの作ったパターンをクリックしますそうするとこのようにパターンを作ることができましたで比率を変えてみたいので比率の下マークをクリックして 少し小さくしていこうと思いますそうするとこのように綺麗なパターンを表示させることができますで、これはクリックしてドラッグするとこんな感じでパターンを動かすことができるのでこのように好きなところに置いてそして OK をクリックするとこのように綺麗なパターンを作ることができますまあ、写真からパターンを作るときは光などを考えて消したりする必要があるのですがこんな感じで写真からパターンを作ることができます はい今回はフォトショップで写真からパターンにする方法を見てきましたまあ、光などない写真でパターンを作る場合は結構簡単にできるのですが写真の場合光だったり同じ柄が入っているとパターンにした時に少し不自然になってしまうのでぜひこのようにやってみてくださいで今回は写真でのパターンの作り方を見てきましたが自分でブラシなどを使った パターンの作り方については、こちらの動画でアップしているので、気になる人はぜひそちらをチェックしてみてください。Photoshop で写真からパターンを作る方法わかったよーという人は、いいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。